奥幸男は、日本のバイオリニスト、ビオリスト、大阪府堺市出身、大阪音楽大学短期大学武器学、専攻卒業。バイオリンを、陶器美雪に、ビオーラを、竹内春夫に指示。堺市新人音楽科演奏会に、出演の後、モレ弦楽市重相談に約4年間在籍、各地でのコンサートに参加。1998年よりオリストとして、 活動を始める。ライナーも多くに2002年から2004年まで、奈良国際音楽アカデミーにて指導を受けた後、毎年プライベートレッスンを受けて、演奏活動を行っている。演奏者としては、自身の教室での指導、大阪フィルハーモニー交響楽団、日本センチュリー交響楽団のほか主に関西のオーケストラで活動中。クラシックを気軽にという音楽性を持ち、 ドリンクを飲みながら楽しむというコンサートや演奏時間15分の小さな音楽会2011年よりクラシックに限らず様々なジャンルでグローバルに活躍しているアーティストたちと共演するデュオコンサートを自ら企画定期的に開催している最近では演奏活動以外にも FM パーソナリティユーストリームでのトーク番組滅活動などオーケストラ奏者から スピンオフした活動も目がってきている。2012年12月、大阪室内ガス相談を設立したことを、自身のウェブサイトで発表した。2012年4月よりラジオ岸和田夕暮れ音儀は、ナシマイナスに、レギュラー出演し、インターネットサイマル放送にて、大阪エリア以外でもトークを聞くことができる。ありがとうございます。